ども皆さんこんにちは、ケンです。今回紹介するのはピラミッドのような形をしたいわゆるティピーテントなんですけれども、このティピーテント、あのナショナルジオグラフィックが選ぶ世界1位になった冒険家が実際に使っているテントです。これからこのテントを紹介するんですけども、せっかくもう組み立ててあるんで、まずは最初にチラッとツアーをしてみましょう。外見はこんな感じで、真ん中に1本だけポールが立っています。中はこんな感じになっています。ディデン、コット2つ、椅子を2つ置いていますが、まだまだ余裕があります。上の方には耐熱処理が施されたストーブジャックがついており、このティピーテントの中で薪ストーブを使うことができます。実際に僕が椅子に座ってみるとこんな感じです。めちゃくちゃ余裕があって足を伸ばすことができます。上にはランタンと洋服をかけてあります。こういったところに輪っかだったり、天井部分にもたくさんの輪っかがあるんで、ジャケットや濡れた服を乾かすのにとても最適です。今テーブルがあるところに薪ストーブを置くことができます。ここに薪ストーブを置いたとしても、2人ならめちゃくちゃ余裕で、そして快適に過ごすことができます。このティピーテントは重さが 1.8kg と軽いにもかかわらず、薪ストーブを置いたとしても余裕で人4人が横になれるほど大きなテントです。コンパクトになりますが、バイクを置くこともでき、雨風にも強い最高のテントです。今回紹介するテントは、去年の冬に紹介したシークアウトサイドのシマロンの大きいバージョンであるレッドクリフというテントを紹介します。シークアウトサイドはアメリカのコロラド州に本社と自社工場を置き、一つ一つ丁寧にハンドメイド製造をしています。シークアウトサイドの公式アンバサダーを務めるデイブさんとエイミーさんは、世界を旅する屈指の冒険家として、アマゾンから北極圏まで過酷な環境の野生地帯をカヤックやカヌー、犬ぞりなどを駆使して約5万キロ以上を旅してきました。その功績が認められ、あのナショナルジオグラフィックが選ぶアドベンチャーズオブザイヤー2014を受賞しました。デイブさんとエイミーさんは自然を楽しむための NPO 団体ウィルダーネスクラスルームという団体を設立しており、8万5000人もの生徒がいるそうです。そんな彼らが過酷な冒険と共にしたティピーテントを今回ご紹介させていただきます。ということで、すごい人たちが普段から使っているテントということが分かったと思うので、これから実際に使ってみて、その凄さを実感してみましょう。まずはこのテントのすごいところをさらっとご紹介いたします。1つ、6人が横になれるほど大きく、こんなに小さくなり、重量 1.8kg で運びやすいテントですが、なんと余裕でバイクが入ります。ホンダ 400X にヘプコ&ベッカーのフルパニアケースを装備しても、バイクをテント内に入れることができます。2つ、大きいテントにもかかわらず圧倒的に軽いということです。最大で6人が寝れて、薪ストーブや荷物を入れても快適に過ごせるほど大きなテントにもかかわらず、袋に入れた時の本体の重さはなんと 1.8kg、 付属のペグとポールの重さは 600g なので、合わせても 2.4kg の重量です。3つ、軽いだけでなく、かなり丈夫な生地で作られています。皆さん、このロゴを見たことありませんか？よくリュックサックやポーチなどに使われているコーディラという繊維です。今回紹介するテントにはコーディラのシルナイロンという生地が使われています。これは通常のナイロンの7倍もの強度を持ち、耐久性と防水性、さらに防風性にも優れ、軍事用途にも使用されています。摩擦や引き裂き、擦り切れに強い高機能な繊維です。地球上で最も軽く最も強い素材の一つです。今回紹介するレッドクリフのグリーンの生地は全てこのコーデュラのシルナイロンの生地でできており、かなり丈夫です。4つ、軽く丈夫なだけでなく、かなり小さくなります。5つ、レッドクリフの収納バッグは専用のものでできています。提供元のトレントワさんがシークアウトサイドと交渉して作ってくれたレッドクリフ専用の日本限定の収納袋です。袋の内側の側面に縦に長い収納スペースがあるので、テントとポールを入れて収納することができます。6つ、コーデュラの生地は表も裏も全てシリコンのコーティングが施されています。普通のテントの PU コーティングよりも防水性と生地の引き裂き強度が非常に高くなります。紫外線の UV カット効果や水の撥水性もあり、まさに完璧なテントです。レッドクリフに施されているシリコンコーティングの耐久年数はなんと最大10年以上となっています。7つ、ティピーテントの醍醐味である薪ストーブを使えるように、テントの天井部分に煙突を通すための穴が開いています。今も設置している薪ストーブ、レッドクリフと同じシークアウトサイドの薪ストーブなんですけれども、
ストーブ本体、煙突など全て合わせて重量 1.3kg と、僕調べでは日本で売られている薪ストーブで一番軽い薪ストーブです。この薪ストーブも動画の後半にちょっとだけご紹介したいと思います。ということで早速袋から出して詳しく見ていきましょう。テント本体とペグとポールは別々の袋に入っています。テント本体だけで 1.8kg、 アルミニウム合金なペグ12本とポールを合わせて 2.4kg となります。組み立て方は簡単で、まず長方形になるように4箇所にペグを打ち込みます。この時対角の順にペグを打つと綺麗に張ることができます。その後ドアを開けてセンターポールを中から立てます。付属のセンターポールは袋から出すと3本ですが、ポールの中にポールをしまうことができるので合計で6本になります。カーボン製で 342g にもかかわらず 208cm まで伸ばすことができます。付属のセンターポールは簡単に長さの微調節ができます。 P テントの場合、長すぎても短すぎてもテントをピンと張りにくいのですが、このポールは微調節ができるので、まずポールを少しだけ短くして中に入れて立てます。テントを立てた後にポールをマックスまで伸ばせば無理な力を必要とせず、簡単にテントをピンと張ることができます。ちなみにここまでかかった時間はなんとたったの2分です。ポールを立てた後もう8箇所ペグを打ち込めば完成です。最終的にかかった時間は3分弱と、この大きさのテントにしてはとても早い組み立て時間です。テントを張り終えるとこんな感じです。外見を詳しく見ていきましょう。扉は2箇所あります。扉はテントのほぼ頂上から開けることができ、完全に開け切ることができます。サイドの扉も開けてくるくる巻きにして固定することができます。扉には網戸もついており、開放感を出しつつも虫の侵入を防ぎます。開けた扉は網戸も含めくるくる巻きにして横に固定することができます。前後2箇所の扉を開けるとかなりの開放感になります。テントの上部には換気用のベンチレーションが装備されています。中にはハンガーのような柔らかい棒が入っています。この棒の形を整えてあげることで通気口にすることができます。通気口の反対側にはストーブの煙突を通すための穴が開いています。普段は閉じておき、ストーブを使う時だけ開けることができます。この生地は熱に強いものが使用されており、煙突が熱くなっても溶けることはありません。穴の大きさは7センチでしたが、穴は切り込みが入れられているだけなので自分で広げることもできそうですが、推奨されていることではないので自己責任でお願いします。ペグを打つ場所やロープを通す穴にも通常のナイロンの7倍の強度のコージュラの生地が使われており、かなり丈夫にできています。またレッドクリフの頂上には輪っかがついています。ご覧のようにタープと接続することができるので、タープのポールも手前の1本だけで済むので軽量化できます。早速中を見てみましょう。中はかなりシンプルな構造で、余計なものは何もありません。ランタンをかけるフックなどもないので地面に置く必要がありますが、中央に立派なポールが立っているのでポールにランタンをかけたり、いろんな使い方ができそうです。天井部分には輪っかなどもあるので薪ストーブを置き、衣類を乾かすなどいろんな使い方ができます。このチピーテントの頂上部分は丈夫な素材でできているので、付属のポールではなく落ちている木なのでポールの代わりにすることができるので、ブッシュクラフトをやる方にもおすすめです。大きさは高さが 208cm、 横が 469cm、 縦が 333cm です。マックスで6人が横になれるほどの大きさです。薪ストーブを置いてもかなり広々と使えそうです。耐水圧についてです。シークアーツサイドの公式アンバサダーであるベン・ブロッシュさんが今回紹介しているレッドクリフの一つ小さなモデルのシマロンを使用している映像を使わせていただく許可を得ることができました。彼は嵐の中でシマロンで一夜を過ごしたそうですが、全く問題なく朝を迎えることができたそうです。彼の動画の概要欄によると、シマロンは最高品質のシルナイロンから作られており、このような環境下で使うには最も適したテントだと言えます。4人の人が入れるほど大きく、2人で利用するときも薪ストーブをはじめとしたたくさんの道具を置いてもまだまだ余裕があります。雷が鳴り響く嵐の中使用しても全く問題のない、長年付き合うことのできる信頼できる仲間ですとベタ褒めしています。繰り返しになりますが、前回紹介したシマロンと今回紹介しているレッドクリフは大きさが違うだけであり、使用している生地などは一緒の製品です。ということで公式の耐水圧は 4000mm と書いてありますが、
どれくらいの耐水圧なのかというと、大嵐の中でも余裕で朝を迎えることができるレベルという結果でした。ということで今回は薪ストーブを用意しているので実際に使ってみたいと思います。地上から煙突の穴までの高さが約190センチなので、煙突の高さは最低でも205センチ程度の高さが必要です。薪ストーブを入れたとしてもまだまだ広いスペースがあり、快適さを損なわずに暖を取ることができます。今回使用した薪ストーブも今紹介しているレッドクリフと同じメーカーであるシークアウトサイドのチタン製薪ストーブです。この薪ストーブはチタンでできており、本体、煙突などを全て含めても重量 1.3kg と、僕調べでは日本で売られている薪ストーブでは一番軽いものでした。テントも薪ストーブも今までの常識を覆されるほどのものです。レッドクリフやシバロンと組み合わせれば、バイクはおろか自転車やバックパックのみでもティピーテントプラス薪ストーブというキャンプをすることができます。この薪ストーブも概要欄から購入することができます。トレントワさんからご購入いただくと、日本限定のストレージバッグはもちろん、小型のナップザック、チームシール加工キット2本、アウトウッドロープ、リペアテープ、この4点を特典として付けてくださるそうです。また、正規代理店ということで、修理などのアフターサポートも受け付けているそうです。正規代理店のトレントワさんから購入いただくと、保証書が付いてきます。トレントワさん以外から購入すると、アフターサポートは受けられず、特典などもつかないので注意してください。生地が破れたり、ストーブジャックの交換などの修理受付はもちろん、簡単な修理なら、日本国内でできるように体制を整えられているそうです。今回紹介しているレッドクリフはすでにヤフーショッピングで販売されており、いくつかの日本語のレビューがあるのでちょっとだけ覗いてみましょう。シマロンではなくレッドクリフを選んだのはバイクをテントの中に入れることができるサイズだったからです。レッドクリフでも十分すぎるほどコンパクトに収納できます。意味がわからないほど小さく軽くまとまります。にもかかわらずバイク、コット、薪ストーブを置いても作業スペースが確保できます。と、小さく軽いにもかかわらずバイクやコット、薪ストーブを置いてもまだ余裕のある広いスペースを高く評価されています。開封後まずカーボンポールの軽さに驚かされました。全体でも非常に軽く、おまけの収納袋に入れれば取っ手付きでとても持ち運びやすくなりました。早速梅雨の中張りに行きました。山中の湖畔で降ったりやんだりの中、素早く展開撤収ができました。ちなみにレッドクリフとシマロンは折りたたまずにそのまま袋に突っ込んで収納することができます。テントだけならどちらも10分くらいかな。密閉性も高く、雨風が吹いてきて寒くなったら中に避難するとそれだけでもとても暖かく感じました。ガスバーナーに乗せる遠赤ヒーターで中をちょっと温めれば十分に暖を取れました。冬に薪ストーブを入れるのが楽しみな感じです。とカーボンポールの軽さに注目されています。北米で人気のある商品なので雪の中で薪ストーブと組み合わせて使われることが主な使い方です。密閉性もあるので冬に薪ストーブを置けば室内はポカポカ状態です。このテントはアメリカ製なのでアラスカなどの豪雪地帯でも使用可能なテントです。では日本の気候には合わないのかというとそんなことはありません。オプションのゲートキーパーというベルトを取り付けることでスカートを浮かせることができるので空気の流れができ、テント内の湿気が減り結露を少なくすることができます。フォーシーズン全てに使えるテントだと思います。レッドクリフやシマロンにはたくさんのオプション製品があります。結露対策のインナーライナーなど様々なオプション品も取り揃えてあるので一度トレントワさんを覗いてみてはいかがでしょうか。ということでこの動画のメインのレッドクリフの紹介はこれで終わりです。これから前回紹介した一つ小さいサイズのシマロンと比較してみるので、レッドクリフかシマロン、どちらか悩んでいる人は最後までご覧ください。色はシマロンがブラウン、レッドクリフがグリーンです。まずは大きさから見てみましょう。シマロンの高さは183センチ、レッドクリフの高さは208センチと25センチもの差があります。室内の中心部分であればしゃがむ必要はなく、棒立ちでもテントが頭に当たることはありません。それぞれのテントを上から見てみるとこのようになります。レッドクリフに寝てみた時の視点はこんな感じです。シマロンに寝てみた時の視点はこんな感じです。このように比べてみるとシマロンはレッドクリフに比べて圧迫感があり、手を伸ばしたらテントに手が届いてしまいます。日本でシークアーツサイドの製品を使用しているのはごく少数しかいません。どこで使っても他と被ることはありえないですし、何よりかっこいいと思います。1.8kg という軽さ、大雨や風に耐える耐水圧と丈夫さ、
通常の TP テントに比べて一目瞭然の小ささ、まさにハイブリッドなテントだと思います。この動画の概要欄にレッドクリフや薪ストーブの購入先、前回紹介したシマロの動画のリンクや購入先、そしてシークアウトサイドの公式アンバサダーであるデイブさんとエイミーさん、ベンさんのリンクを貼っています。詳しく知りたい方はぜひご覧ください。ということで今回の動画はこれで終わります。ではまた。